9月30日金曜日の京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ今シーズンのレギュラーシーズンのホーム最終戦ということになります。今グランド上ではバファローズの練習が行われています。こんにちは、カズチューブです。この球場からのカズチューブもね、もう今シーズンは残り少なくなってきたっていう感じですよね。今日も頑張ってやりますが、今日実は練習始まる前に、選手たちが集合して、能見さんを中心に記念写真、撮影がありました。球団のオフィシャルの松村カメラマンが、写真を撮ってらっしゃいましたけどもね、それが終わって練習がスタートすると、でしばらくね、写真撮影が終わった後も、選手全員が手拍子、結構長く続いてましたよ。なんか無人のスタンドに選手たちが、叩く手拍子の音がね響いていて、なんかこの能見さんを送り出すセレモニー、さあ今日は最後ですよっていうような感じのね、選手たちの中でのセレモニーだったような気がしました。で今練習を行われていますが、その記念写真の中にね、あだちゃん、それから杉本選手の姿もありまして、今練習バッティング練習を行ってました。だからまだ3時前だし、登録の情報は、伝わってきてはいませんが、練習フリーバッティングで、アダちゃんもラオウも、打ってました。北くんも打ってましたね。でまだその登録されるかどうかちょっとまだ確定ではないんですが、現時点では、その辺はお伝えできないんですけども、そんな姿がありましたね。で皆さん心配したムネくんなんだけども、ティーバッティングでバット振ってました。それはお伝えしておきます。ちょっと状況分かりませんけれどもね、そんな状況です。というわけでもう本当にもう泣いても笑ってもね、残り2試合今日がホーム最終戦レギュラーシーズンということで、まあもう自力だけではどうにもできないんだけども、自力でできるとするならば残り2つを全部勝つことです。これが自力としてできる最善のことなんで、その最善のことを目指して、今日戦って、まずね今日戦わないと2勝も当然ないわけだから、今日勝ってなんとか望みをつないでというふうに持っていきたいね。その中でも、ソフトバンクはもうマジック2なんで、オリックスの動向関係なく2つ勝ってしまえばもうそこで、ホークスさんの優勝決まるんだけどもね、本当にここまで、競り合ってきたというシーズンもそうないんでね。で今日僕はゲーム前に中川圭太選手と話をする時間があったんだけど、やっぱり彼も去年の優勝の時にはね、自分がその輪の中にいることはできなかったんで、やっぱり今年は特別な思いがあると。で自分にとっての初めての優勝なんで、なんとかっていう思いはありますという話をしていましたんでね、最後の最後まで、頑張ってほしい。能見さんが中島監督に引退を告げた時に、もう少しあがけよと言われたそうですね。そうだから、もうオリックスも追い詰められたけど、崖っぷちだけども最後のあがきを見せてほしいですね。本当にね、悪あがきと言われてもいいじゃない、最後の最後まで、あがいて、本当にね、最後の最後に望みをつないでほしいなということで、さっき港球団社長にも話をしてね、僕を仙台に連れてってくださいよって言ったら、いやお前さん、仙台ではゲームが絶対あるんで普通に来られますよって言われて、そういう意味じゃなくってっていう話をしたんですけども、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日僕実況担当します。今日解説は星野信之さんね、信さんと一緒にやりますんで頑張って喋ります。山本由伸君のピッチングにも期待、打線の援護にも期待、そして、ゲームが終わった後のセレモニー、能見篤投手の引退セレモニー、これもね最後までお伝えすることになっていますので、どうかテレビ、パソコン等で、ご視聴ください。今回も最後まで、本当にありがとうございました。というわけで今日が2022年シーズンのレギュラーシーズンホーム最終戦という、そのゲームの前の京セラドームの上段スタンドアッパーデッキからお前がお伝えしました。じゃあまた。